中野さん、中野さん、中野さん。え、トッシンさんです。ごめんなさいね。僕中野さんです。僕中野さん。いやいやいや。僕中野さんです。って焦ってるんだもん。したからや。ああ面白かったなマジで。一生懸命。大変そんな人だよ。一番失っていけないものを失ったような気がする。ズズズズ。早いって早いって早いって。えっとね。じゃあズズ視点は誰やと思う？じゃあリンゴさんで。ええなんでですか？え、あの理由先聞いていいですか？あ、まあ確かに。うん。あ、もう当たらないと思いますけどね。いや、もうあれですね、完全にそのダーツですね、当たればいいなと思ってます。はい、はもうわかんない、もうわかんないから。他にすれ違った人誰ですか、リンゴ以外に。ごめんなさい、もうリンゴさんしか覚えてない。宿舎前脇は、宿舎前脇は正解でリンゴさんと一緒になりたいだけやろ、ズズ。違う、お前。うわそういうことは。違う、リンゴさんちゃうで、ちゃうで、リンゴさん、リンゴさんちゃうで、ちゃうから。これだと一緒になっちゃって、なんで嫌なんだよ。一緒になっちゃってなんで嫌なんだよ。なんでやった方に行ってんだよ。トイレ行きたかった。急にちょっとトイレ行ってくる。ちょっとトイレ行ってくる、マジで。ガチで、ガチのやつ、すいません。ガチのじゃあ守っとく、行ってきます。守っとく。よいしょ。え、ここでやんの？あ、違う、ここでやるのかと思った。そんな感じだったから、ね、脱ぎ出したかと思った。脱ぐ音聞こえたよね。そう、脱ぎ聞こえたよね。だから、あの、ここで脱ぐのと思って、びっくりした。あれじゃない、トイレで脱ぐんじゃなくて、うん、その場でもしたくなったら脱いでから行くパターンの人が。え、それ変態じゃない？つまりあれでしょ、椅子、いやゲーミングチェア座ってるっつったから、ゲーミングチェアでじゃあパン。見つけました。そっから見つけました。やば。え、ちょっと待て。だから俺、いやトイレ行ってからずらしてんだよ。ちげんだよ。本当ですか？大の大人だぞ俺。もうそうっすよね。だから怠けねえだろうがよ。やっぱお二人ともだからあのびっくりして、え、ちょっとやばくないって。いやない初めて。あれでしょ、なんか多分こすれる音がしたんでしょ、多分それ。したそれ。違う、多分あのねあれスチール製の短パン履いてるから今。あ、うちらの船長変態なの。違う、ない、大丈夫。ずらしていくバカがおるわけねえだろ。うんとか。大丈夫やって。じゃあいいけど、まあ。白目に見てくれよ。わかりました。お前、二人とも。嘘でしょ。割れた。タイミング悪すぎだろ。私たちキープだったよ。タイミング悪。俺信じてたよ、僕のこと。俺もハチのこと信じてた。今どっちか死んだ人が悪女とセタスタヒが悪女で、レプチーが悪女で、あのコックピットでズズズズちょっと来てって言われて、俺は今回ズズが本命だよ。ちなみにキープはハッちゃんとセタスタヒブシュって死んだ。すごいタイミングです。すげえタイミング。言い切って死んだ。言い切った途端死んだ。もう分かったよ、ハッちゃん詩人。小田さんに行動してたし。ちなみにトッシーも無理だ。すげえ、これ間違いない。シャカリミネだな、やっぱり。どうしようせ。とりあえずなんですけど、提案なんですけど、はい、とりあえずスキップをしません？そう、激しく同意ですね。とりあえず一旦。何もクラマの兄貴、任せやした。任せやした。
マシャカリさんから行こうぜ。オッケー。やろうぜ。いじめに見える。いじめに。スキップするのに寄ってる人いる？ねえ、峰さんの番だぜ。イエーイ。いじめじゃん。キープ連中は俺らの味方してくれるはずだよね。あれ？ズチ？ねえ、さん、待っててくださいね。あ、ズズ何？ズチ？ねえ、ハチ、ねえ、ハチどうする？マシャカリに入れたらいいよ。大丈夫だよ、ズズ。そして全員釣って一緒に結婚しよう、ズズ。お前ら同士が付き合う。ハチ、ハチ、私も守られてばっかり嫌なの。私が死んだらよろしくね。お前は死なねえよ。あー、なんで死の？え、俺らがた、え、ズズコ、お前もしかしてナイスゲッサー、ナイスゲッサーなの。ナイスゲッサー。いい女すぎるだろ。ナイスナイス。殺しちゃったのに。そうですか。すごいドラマが生まれてます。あんたに助けられてばっかりでダメだと思った。だからだからこれ映画になるな。よし、映画や。みんなでマシャカリ釣って結婚。映画ないんですか。なんだこの BGM。 バイバイ、お幸せに。涙出ねえよ。え、中野さん、中野さん、中野さん。え、あれ、あれ、はい、としんさんです。ごめんなさいね。僕中野さんです。僕中野さんです。いやいやいや、僕中野さんですって焦ってんだもん。僕女性に、女性にとしんさんとすずさん置いてきた。なぜ中野しようしてんだよ、としんさん。僕中野さんがやるとこ見ました。入った瞬間に中野さんが切ってました。としんさんです。はい、俺約束持ってます。ノー。持ってるんで。ほら。はい、俺メディック持ってます。はい、嘘、僕メディック持ってる。絶対持ってない。いや、これ本当に本当に僕、あのメディックで詩人さんにつけました。えって言いました、詩人さんにつけたって。俺聞いてない、聞いてない、聞いてない、聞いてない。メディックホールの女性ですね。はい、裏切られた。聞いてない、聞いてない、聞いてない。違う、詩人さんじゃない。え、誰につけたの？誰、誰、誰、はっちゃんにつけました。聞いてない、聞いてない、聞いてない。待ってない、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 待ってもないわ俺。仕方ないよ、お姉さん、助けてくださいよ。姉さん、リック何？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 ミネさん、ちょっとミネさん、中野さんをちょっと釣ってくださいよ。ミネさん、違う、ないから。本当に本当にあります。ありますって、なんだよ、ふざけてるの。いや、でもこれローラーしないと2分1ですよ。いや、もう俺メディックなんだって。僕もメディックですもん。カタカナで緑でメディックって書いてますよ。そこの色を言うね、ちゃんと最後で。じゃあ俺はさ、ナイス、あ、ダメだ、俺、あ、ダメだ、俺メディックだから自分自身ダメだ。あ、ほら、メディックじゃない人だから今こういう発言が出たんですよ。じゃあ俺は詩人さんにメディックを一応してる。ナイスゲストやってみる。ほら、かぶった、さっきの俺とかぶせてきた。詩人さん何で打つの？何でもいい。小さな役職は何？これクルー、クルー。打てないから。本当だ。ほら。おお。本物だ。確定してしまった。うん。トシンさん。トシンさん積んでる。トシンどうする？僕じゃあ打ってみてくださいよ。いやもう、いやもう打てない。もったいない、もったいない。釣ればいいから。ミネさん、ほんとごめんなさい。だからなんで。ほんとミネさん。中野さんが本当に人狼なんで、皆さん騙されたらこれアニョハセよ。